ラインハルト・ハーデガンは、ナチス・ドイツ海軍の軍人、潜水艦 U ボートの艦長、ブレーメン出身。1933年に、ドイツ海軍に入隊、軽巡洋艦、カールスルーエなどに勤務して、世界各地を親善公開した。1939年11月から、潜水艦学校で学び、U-124 の専任士官となった。 1940年12月に第一、潜水艦隊に属するイード型有望というマイナス147の艦長となった。最初の航海で北海において9000トンの蒸気船を沈めた。続いて1941年5月、第二潜水艦隊のイクス部型有望というマイナス123の艦長となる。最初の航海で3万トンを撃沈した。 1941年10月には、イギリス補助巡洋艦、オーラニアを撃破した。アメリカの参戦後の1942年1月12日から29日の間には、アメリカ沿岸で船9隻5万3千トンを沈めた。1942年1月23日に、岸鉄十字章を除群。1942年2月に一時期寄港したが、すぐに、 アメリカ沿岸へ戻り、7万9000トンの商船を沈めた。この功績で1942年4月には、騎士鉄十字白洋賞に辞をした優秀な指揮官とみなされていたハーデンガンは、戦死を防ぐため、1944年秋に陸上勤務に移された。1944年10月から国防軍最高司令部水雷下の総監となった。 1945年には海軍不評師団の大隊長となり陸上戦闘の指揮を取った。生存してドイツの敗戦を迎えた。イギリス軍の捕虜となったが1946年11月に釈放された。戦後は石油貿易会社を経営しつつドイツキリスト教民主同盟に入党し32年に渡りブレーメン市議会議員を務め一時は 当議員団長代行を務めた。2018年6月9日に死去。105歳と有望と官庁の生き残りでは最年長であった。ありがとうございます。